こんにちは、 TJ ほうきです。ご無沙汰しておりました。動画再開します。すいませんでした、長い間お休みしてまして。今日の動画は、ドキュメンタリー第1弾としてこのナンバー008、これの、今シーズン通してどういうふうに変化していくかっていうのを、まあ、黙々と追ってみようかなと、そういう動画の第1弾となります。作業風景ばかりになりますが、養蜂を全く知らない人にとっても一つの巣箱がこの先どういうふうに変化していくのかっていうのを紹介できればと思って撮っていこうと思います。よろしくお願いします。この群れなんですけど、まあ無事、としまして冬を越すことができまして、今から10日ほど前かなに全群で産卵の再開を確認しました。で、一度様子を見て以来見に来てなかったんですが、どうなっているでしょうか。湿度 49%、 巣箱の中の温度は 31.4 度。よいしょ、インナーカバーを外します。餌を食ってますね。これはライソンが出している、アピカンドっていう半固形飼料ですね。こちらを開けて食べてます。飼料といってもですね、まあ簡単に言えば糖分ですね。ミツバチって、まあ、糖分を餌というかエネルギー源、まあ、ガソリンとしているわけなんですけども、糖分にも大きく分けて単糖類と多糖類というのがありまして、多糖類というのは例えば僕たちが使う砂糖とか主に小糖、そしてミツバチが春に飛んで花から蜜を集めてくるその蜜も小糖、多糖類ですね。それをミツバチはどうするかというと、単糖類という糖分に分解してそれで蜂蜜を作るんですよ。で、蜂蜜っていうのは何かというと、ミツバチたちの越冬用の餌なんですよね。で、これから春の立ち上がりで必要なのは多糖類、つまり花の蜜になるんですよ。なのでミツバチに与える餌っていうのも季節によって何がベストかっていうのを考えなくてはいけなくて、これからの時期はブドウ糖と果糖に分けられた蜂蜜よりも多糖類である糖分がミツバチにとっていいエネルギー源となります。春の立ち上がりに砂糖水を給仕するんですけれども、その理由も春の立ち上がりに蜂蜜を与えるよりも砂糖水を与えた方が女王蜂も産卵を促しますし、ミツバチたちも新しい巣を作るエネルギーに多糖類である、つまり花の蜜と同じ種類の糖分をミツバチは好むんですよね。さあ、産卵状況はどうでしょうか。これが産卵の始まったミツバチの巣枠です。この茶色い部分は卵がかえって幼虫が大きくなってさなぎになるとこのように蓋がかけられます。その下には白い幼虫が、まださなぎになっていない白い幼虫がたっぷり入っています。そして幼虫の周りには卵が、産みつけられてますね。いいね、ミツバチおとなしいな。こちらも上部の巣箱の上のあったかい部分にさなぎがもうできていて、その下に幼虫ができていて、周りに卵、ここにはなんか蜜が入ってるな。そうか、これ蜜がいっぱいある枠なんだ。この枠も産卵が始まっているので見てみましょう。さなぎができていて、でもまだ本当に冬を越して産卵始まったばっかりですね。で、この産卵がどんどん増えていって、この春一気にミツバチはドバッと増えていくので、この時期に気をつけなきゃいけないのは餌切れですね。
そして餌で重要なのは、先ほど申し上げた通り、ミツバチの作った蜂蜜ではなくて、花の蜜と糖の成分が種類が一緒の砂糖蜜、そちらの方が良いと考えられます。いや、もちろんミツバチに蜂蜜を与えれば食べるし、それはエネルギー源になるんですけど、これは一つの説なんですけど、あくまで蜂蜜は越冬用のリソースだと。なので越冬したミツバチに与えるのは越冬用の蜂蜜ではなくて、花の蜜と同じ成分のものであろうという考え方が実はあるんですよね。今この1、2、3枚、いや2枚だな、この2枚で今産卵が少しずつ始まっているので、その卵から帰った幼虫に餌を与えるのがこの冬を越したウィンタービーたち。この子たちはもう寿命が短いんですよ。今いるハチたちとこれから生まれてくる幼虫のエネルギー源が切れないように注意すること、それが大事ですね。よしと。それからもう一つ、春の立ち上がりで大事なのは、冬はね、寒さは気にしなくてもいいんですけど、まあいいと僕は考えてるんですけど、産卵を開始したらちょっと寒さは気にした方がいいと思うんですよね。で、その気にすると言っても保温とかはあまりしなくても大丈夫で、ミツバチをギュッと固めるための分割板という、これは日本独特の道具だと思うんですけど、パーテーションですね、これを入れておくとミツバチが暖かい方に固まって卵を凍死させることなく無事幼虫に帰ってさなぎにすることができると。そしてこの分割板の外には予備の枠、まあこれはリソース、蜜が入っている、蜜と花粉の入っている枠なんですけど、これも一応入れておいて、こうやって餌を食べているミツバチもいるので、これは入れておいて、夜になって冷えるとここに固まるようにと、そういうふうに仕向けるのが大事ですね。そして子育てにたくさん消費されるのがこの花粉なんですけど、これは花粉を元に作った花粉パテと呼ばれるもので、これもミツバチにたっぷり与える必要があります。今日はちょっと花粉を補給して、そして糖分はこのライソンでまだ足りそうなのでこのままいきます。ごめんね、今砂糖戻すね。よしと、糖分 OK。 ちょっと花粉が少ないんでもうちょっと花粉足しましょうか。こういう1キロの塊であるんですよね。ちなみにミツバチに花粉を与える理由は、ミツバチはプロテイン、タンパク質も必要としていて、そのプロテインがこの花粉なんですよ。なので春の立ち上がりには主に幼虫の餌としてこの花粉は欠かすことができません。花粉を入れすぎると今度花粉を溜めすぎてしまって、食べじゃなくて溜める、溜めすぎてしまって女王蜂が産卵する場所っていうのが少なくなる、圧迫されちゃう。まあ入れすぎても消費量が半端じゃないんでいいんですけど、ちょっと気をつけて、花粉はこんぐらいあればいいかな。よしと。卵から帰って、さなぎからか、さなぎから帰って2週間ぐらいのミツバチっていうのが巣の中の仕事、子育てとか巣の掃除、それから巣を作ることの仕事をするんですけど、さなぎから帰って2週間のミツバチっていうのは花の蜜あるいは砂糖蜜を餌として食べると、脇腹から蝋の鱗みたいなのをピロピロっと出して、それを集めて口で加工して巣を作っていくんです。それの元になるのが花の蜜なんじゃないかという議論ですね。これ僕定かではないんですよ、本当かどうか。蜜蝋を 1g 作るのに蜂蜜を 8g 消費するっていう説がよく言われているんですけど、ただ先ほどの糖分の種類の議論を考えると、蜂蜜を消費してるんじゃなくて花の蜜を使って、つまり多糖類ですね、分解されていない糖分、それを使って巣を作っているようなので、その辺養蜂家の皆さんどう思いますか。春の立ち上がりで蜂蜜ばっかりあげてるっていう、あの冬に余った蜂蜜を餌代わりにあげているっていう人と、いやいや必ず砂糖水をあげてるよっていう人、どっちに分かれるんでしょうね。僕は蜂蜜が余らないんでいつも砂糖水をあげてたんですけど、
この辺意見あればコメント欄で聞かせてください。あと砂糖水あげとくか。ちなみに砂糖水は1対1ですね。よいしょ。砂糖1キロに対して水1キロ、それを溶かしたものをあげてます。それでこのように砂糖水で満タンにしたメイソンジャー、そしてここの蓋に穴が開いてるメイソンジャーでひっくり返して入り口に入れるんですが、こういうふうにひっくり返しても穴から真空になるのでボタボタ落ちないんですよね。ボタボタちょっとしか落ちないので、それをこの入り口にこのように設置しておくと、中からミツバチがこの中に入って砂糖水を食べるという、そういう仕組みですね。さて、いかがだったでしょうか。久しぶりの TJ ホッキでした。今後この008のドキュメンタリーチックに追っていこうと思いますし、それからいろんなことを紹介できる動画の企画というものを今いろいろ考えています。前回去年から言っている通り、ラングストロース5という世界で一番普及している巣箱を使ってるんですけど、それと日本でずっと使われている日本型の巣箱の、まあ、違いというか比較検証の動画もずっとやりたいなと思ってたんで、まあ、それとか、これからどんどんいろんな作業が増えていくので、それに関するティップというかコツも紹介できればと。まあ基本的に両方に興味を持っていただきたいので、両方について何も知らない人にとってもへえそうなんだっていう動画になるようにしたいと思います。今後の008の行方を気になる方や両方について見識を深めたい方は、ぜひいいチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ということで、久しぶりの TJ ホーキでした。ありがとうございました。